流域モノチャンネル。テレテテレレテテテテ。はい、皆さんこんにちは、流域モノチャンネルです。8月の中盤に差し掛かってきましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。私はいいお過ごしをしております。暑いですけどね、なんかね、ジメジメも最近してますね。雨が多くなってきました。でもね、気温にしたらやっぱり涼しくなってきてるのでね、ありがたいことでございます。またね、暑くなるかとは思いますけどね、まあそれなりにね、過ごしやすいと思います。オリンピックもね、終わりまして、もう今はまたね、皆さんメダカツに復帰されてると思います。まあもともと見ない方もいっぱいおられるとは思いますけどね、まあ見ている方はね、金メダルいっぱい取れてね、興奮のるつぼになったと思います。まあね、うつぼ出したかっただけなんですけどね。まあ私のチャンネルを見ていただいておられる方々はね、やっぱりメダカの動画をたくさん見られてると思いますのでね、メダカパロディの担当のナンシーがね、クレームが来るまでふざけた話をしてやろうかなと思っております。皆さん、私の動画に辛抱してお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。あと3年半ぐらいはお付き合いしてくれますか。ん？ 3 年半ってなんでって、いや、今ちょっと思いついただけなんですよね。はい、それではですね、1分50秒ぐらいお話しさせてもらいましたので、そろそろ2分になります。2分見てくれたらこっちのもんやー。なんで2分かって、思いついただけです。それでは本日も行ってまいりましょうかね。元気よく行ってまいります。レッツメダカー。はい、それでは本日も行ってまいりたいと思います。以前ですね、メダカ卵買うなら今っていうことでね、だいぶ前になりますが、卵貝の竜がですね、たくさん、4種類ぐらいですね、前年の15種類に比べればね、もう全然少なかったんですけども、例えばね、楊貴妃のダルマとか、マリアージュロングフィン、ブラックモルフォーで、ちょっと前に黒コロモで、深海という感じでですね、買ってきたんですけども、最近ね、ちょっといろいろありまして、なかなか進捗状況っていうのをお伝えすることができませんでした。それとやっぱりですね、日に日にのこの卵の状況っていうのを去年のように同じことしてもなかなかあれかなと思いまして、自分なりに今現状7月の中旬に買った卵の進捗状況をお伝えしたいと思います。はい、こちらマリアージュロングフィンでございます。卵15個に対して約10匹でございます。窓際のですね、東の窓際に置いてるんですけども、まあ季節柄ですね、顔ももちろん何もいりませんし、室内で育てております。勝手にね、グリーンウォーターにもなっております。この購入時にですね、全体的にそうやったんですけども、メチレンブルーが入ってまして、卵自体も染まっている卵もたくさんいてましたけども、結構ね、やはり帰ってる子も多いです。青く染まってもね、次の日、またその次の日にはですね、その青が取れてきます。その取れてきた子でもちろんそこで星になっている子もいてますが、まあなんとかね、通常通りの引き数にはなっております。こちらはですね、ブラックモルフォーなんです。ブラックモルフォーね、なかなか帰りが悪かって、まあ芽が出る前の卵でした。ですもんでね、大きさがちょっと違います。まだまだちょっと小さいんですけども、まあこちらもですね、15個の卵に対してちょっと少なめの7匹でした。まだね、全然形も出てきませんし、見にくいところではございますが、今後もね、このメダカたちを追いかけていきたいと思っております。そしてこっちの黒コロモ、これはもうだいぶ大きくなりました。このさっき言った品種よりはちょっと早めに買ってましたので、若干1センチちょい 1.5 センチぐらいになっております。こちらもですね、なかなか私もうまいこと養育てんかって、そうですね、10匹プラスアルファに対して4匹っていうことになってしまいました。残念なことをしてしまいました。まあ卵かえらんかったっていうのもあるんですけども、落としてしまった子もいてます。はい、こちらはですね、楊貴妃のダルマでございます。メダカボーイさんからのね、リクエストいただきまして、こちら出現率っていうんですかね、固定率も含めましてこう見させてもらってるんですけど、もちろんね、まだ稚魚ということですごい結果は出てませんけども、まあダルマになるんであろうとかね、半ダルマになるんであろうっていう
メダカたちは出てきておりますが、しかし普通体型だろうなという子も出ております。15個に対して約 12、3個生まれております。こちらはきっちり結構生まれてきております。今後もね、それは楽しみに思っておるんですけども、まだちょっと結果は出ておりません。懐かしの閣下からいただいたですね、ファイヤーシュリンプでございます。ファイヤーシュリンプも元気でございます。たまにはね、こなしてエビも移すもええかなと思いまして取らせていただきました。はい、卵の成長記録につきましては今後もちょっとね、今までみたいに2日目3日目4日目というお話ではないんですけども、今後やっていきたいと思っております。はい、続きましてですね、今年の春にですね、生まれた子供たち、たくさんできた子供たちを紹介していきたいと思います。そんな数は見ない、言えないんですけど、多かったやつを紹介させてもらいます。こちらはポンポンチさんにいただいた乙姫でございます。数はそうですね、300から400ぐらいの子供が今いております。もちろんね、まだまだ小さい子もいてるので、ハリコクラスの乙姫の子もいてますんでね、まだまだこれから先は楽しみでございます。そしてね、多かったのはね、黒ラメもね、同じぐらい 400、500 はいてると思います。これに関してはなかなかね、ラメが出えへんなと思った子もたくさん出ておりますが、まあこれはこれでそんなに選別外にしなくても、うちではちゃんと買っていこうかなと。掛け合わせの時だけはラメがきっちり乗った方を選びながら掛け合わせていきたいなと思っております。そしてね、まあこんなしてたくさんいろんな種類ができております。なかなかね、こう卵をうちつけてるんですけども、前から言ってるように紙に書いて毎日つけてるんですけども、まあ毎日じゃないですね、毎日取らん日もありますんでね。なんかね、卵ってまずあるんですよね。こんだけの桶とこんだけの産卵床があればですね、やっぱり大変卵がごっちゃ混ぜになってしまいましてですね、生まれてくるとだんだん大きくなってくるとですね、乙姫と忘却の翼が入ってたりね、みゆきにちょっとややこしいんですけどプラチナ星河が入ってみたりですね、もちろん微妙なやつに関しましては、そういう生まれ方してる可能性、固定率が悪いやつはちゃんとなってない、プラチナ星河やったらプラチナ星河になってないという場合もございますが、まあ結構混ざってね、この選別が大変なんですよね。しかしながらね、もう2ヶ月3ヶ月と生まれてから経っておりますので、徐々にですね、選別しやすくなってきております。この辺りの子たちはですね、もう卵も生み出しているわけなんですよね。そしたらやっぱり混ざっている子も出てきているので、こちらの卵は今取っておりません。今の種親に対しては卵を取ってるんですけども、なかなかね、全部を用取り切る術がございません。暑いしね、ちょっとね、これ水少ないのもあるんです、申し訳ございません。これまた水足していくんですけども、蒸発も早いんでね、上からヨシズっていうのは温度水温が結構下がりますもんで、ヨシズをかけたらだいぶ水温がね安定しますんでね、この辺はまだ安心しております。まあ水はね、すぐにでも足していきます。まあこういった感じでですね、今うちの飼育場は張り子と稚魚と幼魚でごった返しておりましてね、もう本当にね、駐車場もないぐらい、足の踏み場もないぐらいになってきました。まあでもね、私自身はこれが楽しみでやってるんでね、全然苦にはなっておりません。もう足の踏み場なかったらないでね、もう空中からね採取しようかなと思ってます。はい、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったかなと思われた方はチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた次回にお会いしましょう。ありがとうございました。